久保さん、後悔を覚悟せよって、いいんじゃないですかみんなあの、なんか入る前ね、今商品売ってるんですけど、いやー、質問今回多いっすよ。みんなね、あの、不安なんでしょうね。まあでも不安じゃない、不安だとは思うんですけど、まあ大切なのは、あの、稼ぐ気があるかですよね。<laughs> やる気があるのかっていう。 僕ね、思ってる、思ったことがあって、この情報ビジネスをやってたね、久保さん。あの、偽物でも本物でも、まあ、結局変わんないなっていう。なぜならば、やる人が、なんだ。結局、本気でやる人、努力してちゃんとやる人は少ないので、そう、本物であっても、結局やらなかったら、偽物と一緒じゃないですか、っていう <laughs>。今回は本物なわけですよ。もう間違いで、だって4年もや、4年も検証してきするし。 これ嘘だっていうのと他のとこ行ってくれた話なんで。で、それでも、なんかいろいろ不安ですみたいな。それ不安っていうか、自分がやるかやらないかっていう、なんかそのな、なんだろうな。自分にできるかどうかじゃなくて、自分がやるかどうかですよね。 久保さんだからできたんじゃなくて久保なんだろうな、久保さんもできるんだから俺もできるっていう話ですよね。麻雀店のおっさんができたんだから俺でも絶対できるだろうっていう、なんか前向きの方がよくないですか、これって。うん、久保ど、どっちがいいかっていうと、いや、久保さんだからできたんでしょう久保さんだからできるんですよ。吉谷さんだけできるんですよってみんな言うんですけど、いや、あのバカみたいなやつもでもできんのら俺でもできるってやった方が僕はいいと思うんですけどね。でもみんんななんか、 久保さんだからできたんでしゅとかね。吉谷さんだ。鷲 <laughs> 津さんだからでしょうみたいに言うんですけど、いやいや、鷲津さんもブックメーカー一番最初超初心者だったよっ誰も知らん。だか久保さんも初心、僕も初心者、みんな初心者だよねって話で。みんな初心者じゃんっていう。生まれた瞬間なんかネットビジネスで稼げてる人っているんすかみたいな。いないでしょ。おぎゃーみたいな。おぎゃーみたいなね。パソコンばーみたいな、ね。無理でしょう。<laughs> うん、なんかよくいつも思いますね、そこ。 いってらっしゃい。